大学の寮投稿者の S さんが大学の寮に住んでいた頃のお話その寮は地元の人からするととても有名な場所でかつての古戦場の近くでその関係のお寺が近所にありさらに寮の隣の竹林には首塚があったといいますさらには S さんの部屋の真下の部屋では 首吊り自殺が起きたことなどもありそのため霊感の少しでもある人は入居どころか近寄りもしないそんな場所だったといいます寮に住んでいた人たちは霊感がないどころか寮に入るまで金縛りにもあったことのない集団だったそうですが大抵入寮して23ヶ月以内には面白い体験をみんなしたといいます その年の新入生で S さんの部屋の廊下を挟んで向かいの部屋へ入ってきた A さんという生徒がいましたその部屋は窓から竹林が見え寮の中でも一番面白い体型のできる部屋ということで話題でしたが A さんは全く気にもしていないようでしたゴールデンウィーク中のこと寮の暇な人たちが集まってマージャンをすることになりました その中には A さんもいますマージャンを打ちながら寮で起こる不思議な現象についての話になりました S さんは A さんに尋ねましたなお前そろそろなんか起きたりしたろ少しだけっすね A さんは大したことのないように答えました 前にあの部屋におった先輩は窓開けて寝てたら竹林から生首が飛んできたって言っとったぞ。飛んできましたよ。あ、マジでど、どうしたんだよ、それで。別にどうも。なんか金縛りとかになってムカついたんで、やれるもんならやってみろって言ったら消えました。その時の S さんは、 なんてメンタルの強い後輩だろうと思ったそうですとここまでで話が終われば笑い話になりましたしかし A さんはその後交通事故を起こし4日間の昏睡状態の後亡くなりました首の骨を骨折して未だにこの量は存在していると言いますそそしてそこでは、 変わらず不可思議な現象が起きているとか。